前回のコメントで、こんな質問がありました。質問とリクエストです。キュレムとレシラム、またはゼクロムが合体するとき片方を場に出していますが、キュレム単体を場に出すだけでもできるでしょうか。もしブラックの場合、ゼクロムを一緒に場に出していましたが、同時にレシラムを場に出していたらどちらと合体するのか、検証してみてください。気になるので。早口ご苦労さん。ということなので、早速試してみましょう。まず最初に、キュレム以外誰も場に出さないとき、どちらと合体するのか。ゼクロムと合体し、ブラックキュレムとなりました。続いて、ゼクロムとレシラム、両方を場に出した場合。キュレムとゼクロムが合体して、ブラックキュレムとなりました。お察しの通りですけど、手持ちの順番が上の方が合体するという結果になります。それは、場に出ていようがいまいが、関係ないっぽいですね。この通り、レシラムをゼクロムより上にすると、キュレムはレシラムと合体し、ホワイトキュレムと化します。こんな感じですね。質問ありがとうございました。実はね、ピクセルモンではミラクル交換もできるんだよね。え、そうなんですか。正確には、ミラクル交換ができるようになる MOD が存在するから、それを導入すればできるようになるってところかな。特に道具は必要なく、コマンド入力をするだけで簡単にミラクル交換ができます。これで OK。あ、本当だ、トロピウスが交換されてる。とこんな感じで一瞬でミラクル交換できるわけですよ。レベル20代の大剣器ってこりゃまたレアなポケモンもらいましたね。レベルは本当にランダムなのかな。それか、交換に出したポケモンに合わせてるんですかね。そういう感じか。ちなみに、一回交換したら1時間空けなければいけません。それが嫌な人はコンフィグで設定を変えましょう。ミラクル交換でした。そういえば、この村でさ、釣り竿を譲ってくれる人がいるらしいんだ。え、ポケモンが釣れるやつですか。そうそう、だから早速今からもらいに行ってくるよ。もらってきたので早速使ってみようと思います。まず最初はボロの釣り竿から。お、来た来た。あ、こんな感じに釣れるんですね。浮きの上の文字がびっくりマークになったら引き上げればいいだけだね。見事ポケモンを釣り上げたらそのまま戦闘に入るってわけさ。ボロの釣り竿はコイキングしか釣れないっぽいね。続いていい釣り竿。いい釣り竿から釣れるポケモンのバリエーションも増えるでしょうね。お、コイキング以外のポケモンが釣れた。釣れるポケモンも本家と似てますね。場所によって釣れるポケモンが変わったりするのかな。とりあえず今回は海で釣るけど、沼地とかはまた変わってきそうですね。来た来た、割とヒットするね。今度はトサキンと、しかもレベルが高い。複数の種類のポケモンは釣れますが、それでもまだ種類は少ないですね。まあまだお楽しみのすごい釣り竿が残ってるけどね。それはそれはさぞたくさんの種類のポケモンが釣れるんだろうね。さあすごい釣り竿で大物を狙っていこうか。果たしてどんなポケモンが釣れるのでしょうか。最初に釣れたのはアズマオウ。おお、なかなかの大物ですね。でもこの竿ならいくらでも釣れそうなポケモン。アズマオウやナマズンは釣れるんだよきっと。私はもっと大物が狙いたい。キングドラとか釣れないのかな。めったに出てこないと思いますけど。今までラプラス遊泳結構やってますけど、キングドラは見たことないですよ。だからこそ釣りで現れるのかもしれない。うお、びっくりマークが2つ。手ナマズンかい。めちゃ大物が釣れたのかと思ったわい。ゲットしておこう。ポケモンをやっている人なら一度流行ってみたい。それか、これを見てやってみたいなと思う人、結構出てくるんじゃないかな。そう、ラプラスに乗って釣りをする。おお、それはさぞのんびりとした絵が撮れるでしょうね。じゃあ早速ラプラスに乗って海に行こう。いやあ、今日も天気がいいね。海の中も水ポケモンで賑わっております。さて、この辺りで釣りをしようかね。
ってあれ、うまく竿が投げれないぞ。ってどうしたらプラス、急に潜り始めたぞ。一体どうしたんでしょうか。あ、竿は投げれるようになった。っていうか私の望んでいるのはこういうことじゃないの。お、来た来た。ホイルコか。なかなかレアなポケモンじゃないでしょうか。あ、これ戦闘を行うたびにラプラスから降りなきゃいけないのか。これめんどくさいな。結局浜辺で釣ることにしました。ここからでも十分大物は釣れるでしょう。釣れないじゃないか。あれれ、おっかしいですねお、ラブカスも釣れるのか。ラブカスは新王地方なら投げさしていいから、ポケモンリーグにかけての水道で釣れますね。ここの地域でもラブカスは釣れるんだね。ああ、雨降ってきちゃった。ということで場所を変えました。この高台から大物を狙っていく作戦。おお、ギャラドスじゃないか。すんごい大物っぽいですけど、本家ならどこでも釣れる一番一般的なポケモンですよね。それでいて強力なステータスと特性、さらにメガ進化もできるからね。今考えればどうして昔の私は旅のパーティーにギャラドスを入れてなかったのか、かなり疑問に思うよ。あれ、ギャラドスを使ったことなかったんですか。私の記憶上ギャラドスを旅のパーティーに入れたことはほとんどないね。唯一使ってたのが、上都地方の赤いララドスかな。怒りの湖でしたっけね。やっぱ色違いっていうだけで使いたくなるじゃん。確かに確かに。しかも赤いララドスはかっこよかったからね。私の全盛期である新王地方の旅じゃ全然使わなかったね。また久々に本家の新王地方、旅してみては。それもいいかもね。おっと話が逸れてしまった。こうやって気分を落ち着かせて釣りをするっていうのもいいことだね。お、人手満だ。やっぱすごい釣り竿はいろんなポケモンが釣れるな。釣れるポケモンの種類が無限に思えてくるよ。よし、釣りも楽しんだし、次はダイビングだ。今回私はどうしても捕まえたいポケモンがいるんです。そのポケモンとは誰ですか？ミロカロス。確か47ページの海王がにリベンジするときに見つけたような気がするんだけど、その時は捕まえられなかったんですね。海王がに備えるって言って他のポケモンには一切触れてなかったと思う。リクエストにもあったし、どうしても捕まえたいんだ。っていうか久しぶりのリクエストされたポケモンを捕まえに行く企画だね。あ、いたいた。割とすぐ見つかりましたね。ミロカロスは一日中湧くポケモンだし、それなりに見つけやすい部類に入ると思うね。基本海底にいるし。よし、オッケー。おーすごい。海王ががこんなに接近してる。あんなに苦労して見つけた海王が、まさかこんな簡単に会えるとは。海王がはすでにゲット済みなのでスルーで。それにしてもやっぱ迫力あるな。ミロカロス、慈しみポケモン。ポケモンの中でも特に進化前の面影がないポケモンである。下半身の鱗は水色やピンク色に見えるが、実際は七色であり、見る角度によって色が変わると言われている。優美できらびやかな容姿から世界一美しいポケモンと呼ばれている。争いを嫌い、怒りや憎しみの気持ちを鎮める波動を放つと言われており、ミロカロスを見た者は心が癒され穏やかな気持ちになると言われている。私も終始穏やかな気持ちとなっております。こんなに癒されたことはないね。ミロカロス、やはり人々を魅了する美しくも不思議な力を持っている。ミロカロスを見てるだけで1日過ごせそうだ。ミロカロスに乗って遊泳するなんて、なんと素晴らしい。というわけで今回はここまで。今回はかなりのんびりした動画でしたね。釣りっていうのはそういうもんだからね。あの、そろそろポケモンリーグ。あ、そうだった。内装完成させないと。もう夏も終わっちゃいますよ。ラッキーブロックのおかげで全然手つかずの状態だったよ。